さんこんにちは、高橋久典です。今回は巨人期待の若手投手の話題です。井上温大投手についてお話を伺いたいと思っております。井上投手は久典さんと同じサウスポーで、プロ入り4年目の21歳、久典さんは去年臨時コーチの際に井上投手を直接指導されていると思いますが、井上投手のどんなところが魅力か、実際に生で見た感想なども交えて教えてください。第一印象はいいストレートを投げるなっていう感じですね。あとね、バランスが良かったですね。気持ちもやっぱりね、こうちょっと前のめりになって効いてくるんですよ。そういう選手って結構伸びたりするので、いろんないいところをこう相対的に見て、まだ若いのにこういいピッチャーになりそうだなっていうね、感じがしますよね。貴重な左投手として巨人の先発ローテーションの一角を担うことも期待されますが、久典さん的にもリリーフではなく、やはり先発での活躍を期待されますか？いや、先発ですね。もう間違いなく先発向きだと思いますし、監督コーチも多分先発でやらせるっていう風に見てると思うので、だからそれだけやっぱり期待されてますし、来年再来年あたりでこう独り立ちできるような状況を作ってくると思うんですよね。チーム自体は自分がしっかり期待に応えられるような状況を作っとかないといけないですし、やるべきことはまだまだたくさんあると思うので、そこをね、どんどん一つ一つクリアしていって、いいピッチャーになってもらいたいなっていうふうには思いますね。体格面なんですけれども、井上投手が175センチ、78キロで、サウスポーで、久典さんも同じような177センチ、80キロぐらいでサウスポー。技術面や体の使い方など、ある意味久典さんがお手本になるのかもしれないとも思うんですが、その辺いかがでしょう？いや、どうですかね。そうね、言っていただけると僕もちょっと井上温大の見る目もまた変わってきますし、次回会った時にこう教えることとか、もし会った時はですよね、いろんなことをまた伝えたいなというふうに思いますし、どっちかというと僕はこうチェンジアップ系がすごく得意な、変化球がね得意なピッチャーだったんですけど、ハルトは多分こう曲がり系の方のがとストレート系がねやっぱりいいんで、そっちの方がこう、いいピッチャーなんでね、なかなかこう落ちるボールとかチェンジアップ系の球をこう習得するのにすごく苦労をしてる今現状でもあると思うんですね。これでもやっぱり一つでも落ちる系の球、僕らでいう特殊球っていうんですけど、フォークだったりチェンジアップだったりね、それをしっかりマスターしないとやっぱりこの先先発でやっていくには厳しい状況になると思うので、やっぱりあれだけのね強いまっすぐ、キレのあるまっすぐがあって、あれだけのねバランスのいいピッチングができるんであれば、ピッチングフォームがあるんだったら、それはやっぱり投げられると思うので、しっかりそこをねマスターするっていうのはまず第一課題じゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。懸念点としてはですけれども、怪我になるかなと思うんですね。2021年5月に左中等骨折と診断され手術を受けました、この影響は久典さんどうお考えになりますか？結構こうなんか無理してがむしゃらにこう投げに行っちゃったっていうところもあったみたいなんですよ。肘自体は多分完全にもう治ってるはずなので、でまだ体自体も発展途上の状態でそれをやってしまったので、肘に負担がかかってパンクしたっていうような状況だったと思うので、だから多分もう21、22ぐらいになるとやっぱり体もね、月も大人にどんどんなってきて、ある程度こういい骨格にはなってきてるはずなんですよね。で、去年見た時点ではすごくいい感じで成長していると思うので、体自体もね1年間ローテーション守るっていうことになると 1,2 キロぐらいこう増えてたら馬力のあるようなピッチャーになってくると思うので、そこはもうあんまりこう怪我自体は気にしなくていいのかなっていうふうに思うんですけどね。もちろんリスクはもう誰でも持ってるので、これはねもう仕方ないことだと思うんですけど、だからそこばっかりね怪我っていうふうにことばっかり言ってると、どんどんこう成長もなくなってくるので、そこはねある程度リスクを負いながらもこう育成成長させていくっていうのは多分監督コーチのね、力量になってくると思うので、コーチがねうまくこうそれはバランスを見ながら多分できてると思うので、問題ないんじゃないかなというふうには思いますけどね。井上投手2023年の久典さん的成績期待値、具体的にはいかがでしょう？いや、もうまずこれはローテーション守ることですね。中6日できっちり回れっていうことじゃなくて、1年間ある程度投げれる中10日でもねいいので、1回抹消してもまた戻ってきて怪我なく1年間ローテーション守るってことはできれば、これも御の字だと思うんですよ。それをできることによったら多分7、8勝なんか優にできるピッチャーだと思うんで、その先はね多分来年再来年ね、
彼が成長していった時に10勝っていうのはあれ初めて見えてくると思うので、いきなりこれね今回10勝期待したいっていうふうには僕は言えないと思うんですよ。まさにローテーションを守るチームが与えられた先発の試合をしっかりゲームを作ってクリアしていくっていうことが重要かなと思いますね、うん、ある程度やっぱり防御率とかねクオリティスタートの数とかはまあ少し目をつぶりながらやっていけばね、いいんじゃないかなって、それぐらいやっぱり成長させたいピッチャーの一人じゃないかなっていうふうに思うので、やっぱりチームにしてみればすごく大事な戦力じゃないかなというふうに思いますよ、はい、ということですね。今回は井上春人のね話をさせていただきました。まあね、彼が一人立ちするのがやっぱりチームのためにもなりますし、左ピッチャーがね一人でも多くいるとやっぱり強いねジャイアンツがまた復活すると思うので、そこは期待したいなというふうに思います。ということで、そんなことでね皆さんもチャンネル登録ぜひお願いしたいなというふうに思います。あといいねとコメントですね、はい、ぜひよろしくお願いします。本日はこれまでです。どうもありがとうございました。